ベルンハルトルストは、ドイツ国の政治家。ヒトラー内閣の科学、教育、文化大臣。ハノーファー出身。ベルリン大学やミュンヘン大学で、哲学や言語、歴史を学び、哲学の博士号を取得した。1908年に、教師の資格を取得して、ハノーファーのギムナジウムの教師となった。第一次世界大戦中は、ドイツ陸軍に従軍し、 一級鉄十字章と二級鉄十字章、ホーエンツォレルンケ勲章を受けた。戦傷で頭部を負傷し、脳に損傷を受けた。1922年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1925年に北ハノーファーの大管区指導者となり、さらに1928年には改組された、南ハノーファーブラウンシュバイクの大管区指導者となる。 この地位は1940年12月8日にハルトマン・ラウターバッハー、ハルトマン・ローターベーカーと交代するまで保持した。1930年の国会選挙でナチ党の国会議員となる。ナチ党政権誕生後の1933年2月4日にプロイセン州科学、教育、文化大臣に任命された。その後、強制的同一化政策の中で、 各州にあった教育行政の権限がドイツ中央政府に集められ科学、教育、文化省が新設され1934年5月1日にルストが科学、教育、文化大臣に任命された。ルストはドイツの新しい教育のシンボルとして教師と子供たちの間の挨拶をナチス式敬礼に統一させた。 またナツスの未来の指導者を育てるための新しい学校、ナポラを30カ所以上に創設させている。ルストは教育の全機能は国民社会主義者を作るためにあると公言していた。ドイツの大学からユダヤ人や政治的的の学者1000人以上を追放した。アルベルト・アインシュタイン、ジェームス・フランク、フリッツ・ハーバー、オット・マイ・アーホフ。 オットワールブルクなどのノーベル賞受賞者がドイツの大学を追われている。ルストはヒアーリア人の科学はエセ科学であると信じていた。ユダヤ人と黒人はエセ科学でドイツ人科学者と同じ世界にいるつもりでいると批判している。ルストは人種学を必須強化にするなどナチ人種理論教育の徹底を図った。ナチ党政権下のドイツは 同じ行政権限の競合や分裂が目立つが、教育行政も同様だった。ルストの教育行政権は他の党幹部に侵食されてかなり制限されていた。全体的に言ってルストは、教育行政において、周辺的存在でしかなかった。一番、ルストの権限を奪っていたのは、ナチ党青少年全国指導者にして、ヒトラー有限と指導者である。 バルドゥルフォン・シーラッハであった。1936年12月1日には、ルストの反対にもかかわらず、シーラッハの強い希望で、ヒトラー・ユーゲント法が導入された。この法律によって、ヒトラー・ユーゲントは国家の組織となり、全ドイツ青少年にヒトラー・ユーゲントへの参加が義務付けられた。そしてその教育は、シーラッハに委託された。 ルストはこれを学校教育を危うくするものとして、大反対したのだが、ヒトラーがシーラッハを支持した結果、同法が交付されることとなった。戦争末期にはドイツはもはや教育どころではなく、幼い学生たちも、米英軍の空爆に対する防空任務に借り出される、こととなった。しかしルストはこれに反対し、マルティン・ボルマンの賛同を得た結果、大幅に時間短縮されながらも、 防空陣地で、子供たちの授業が行われることとなった。1945年5月8日、ドイツの無条件降伏に際して自殺した。ABCD ハミルトン。P212ABCDEF ビストリヒ30。303ページ。AB 平井217ページ。安倍。270ページ。宮田。319ページ。宮田。313ページ。平井い。 79の82ページ宮田、327ページ、リストリヒ、304ページ。ありがとうございます。